いつも閉まってるお店が今日はやってるということで、この射的がねできる場所ということで、いいですねこの射的。あんまり見ることなかったんですけど、あ、こちらで、あ、これで、あ、そしたらね、お、やった、うわ、すごい。寒いな。今日はですね、湯原温泉に来てるんですけども、まあ、イベントがあるということで、まあ、結構人通りもかなりある中で、いつも閉まってるお店が今日はやってるということで、ちょっとね行ってみようかなと思います。こちらね、遊戯ドラゴン遊戯場ということで、この射的がねできる場所ということで、ちょっと今日は、行ってみようかなと思います。これやってるね時間というか、平日はほぼやってないっていうか、平日空いてると見たことないんですよね。ちょっと今までずっと謎だったんですけど、今日はやっと行けることができるということで、ちょっとお邪魔させてもらいます。いいですねこの射的。あんまり見ることなかったんですけど、500円で15発撃つことができる。あ、いいですかね。どうぞどうぞ。あ、いいですか。ちょっと今日こちらをやってみようかなと思います。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なかなかいつも閉まってるようなイメージがあって、土曜日しかやってないんですか。そうなんです。平日はよく来るんですけど、こちらで、あ、これで、あ、そしたらね、はい、うん、このコマがこう5つおります。はい、これが50点なんです。はい、それであとは10点なんです。はい、それでここが100点落ちたら景品1つ。あ、はい、あ、下に落ちたらいい。そう、 200点なら2つ。ああ、なるほど。はい、ちょっと面白いですね。いて、なんかこのこっち側に入れてはい、そうです、細い方がいい。難しいですね。お、やった。お、すごい。お、
が3つとこの猫がこれが50点、うん、で、これもさ、あとこんなのが20点とか20点それで200点集めてるんだ。惜しかったですね。こんな感じで。先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、岡山県真庭市湯原温泉にありますドラゴン射的場というね場所に行ってきました。茨温泉街にある昔懐かしい射的場ということで、まあ、昔はね、いろいろとその、いろんなね、その、遊び場というか射的場含めあったんですけど、もう今ではもうこの射的場、絶滅危惧種レベルな感じになってきましたね。はい。というわけで今回は、料金なんですけど、500円で、15発ということで、で、まあ、100点で、景品1つもらえるということで。で、まあ、このね、毎日じゃないですけど、毎回行くと閉まってたんですけど、やってる日が土曜日、15時から22時ということです。はい。というわけで皆さんもぜひね、お時間と曜日を合わせて、ぜひ行ってみてください。今回はありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。